よう、ハン順義。ちょうどよかった、春日さん。お知らせしておきたいことが。ん？以前私を嗅ぎ回る連中が偉人町に来てるとお話ししましたね。コミジルの方でその正体や動向を追っていると。ああ、そういやそうだったな。何か動きでもあったのか。ええ、偉人町から連中の気配が消えたんです。このところコミジュルの網にも引っかかりません。そいつは良かったな。これでようやくあんたも枕を高くして眠れるだろう。いっぱいおごるよ。優しいんですね。せっかくの申し出ですが、ご遠慮させていただきます。どうしてだ。不審者は町から出て行った可能性もあります。ですが私は彼らが標的のロックオンに入った可能性を推します。標的のロックオン。つまり敵はすでに私の所在を正確につかみ、襲撃の機会をうかがっているのではないかと。へえ。だとすれば相手はなかなかの手だれです。コミジュルの目をかいくぐって動けるほどのね。それってヤバいんじゃねえか、あんた。ええ、私のそばにいるあなた方もですがね。いつ巻き込まれてもおかしくありません。なるほどな。でもそいつは俺らがおとなしく待ってた場合の話だよな。え手貸すぜ、水くせえ。俺らでその侵入者ってのを探そうじゃねえか。こういう時は先手必勝だろ。調べはコミジルの方で進めています。それでも見つからない相手です。我々で探すのは難しいでしょう。連中はやっぱり人言派の残党なのか。あんた前にそうじゃねえかっつってたよな。死んだボスの名を語ってることで狙われてんじゃねえかって。ねえ、それを否定する根拠は今もありません。ならやっぱハン順義をやめてキム・ヨンスに戻るってのはどうなんだ。何かそうできねえ事情でもあんのか。よかったら言ってみろよ。できない事情なんてありません。私自身がハン順義であり続けたいだけです。昔仲間だった奴らに命を狙われてでも。私は人言派のいざこざに春日さんたちを巻き込みたくはありません。しかしご迷惑をかけますが、それはもう手遅れというものでしょう。ですから皆さんはいつ何者かに襲われてもおかしくないと油断せずにいてください。妙なことを言いやがる。え、偉人町や近江の奴らとも実績のある俺らだぜ。今さら油断したくたってできやしねえ。追加で人言派の残党が来たとこで俺らの気構えは何にも変わりやしねえってことだ。なるほど。どうやら私は思った以上にタフなパーティーへ加わっていたようです。頼もしい仲間と一緒にいるわけですね。これなら気兼ねなく迷惑をかけることもできそうだ。どうする？絆が深まったとこで乾杯するかい？いいえ、そこまで慣れ合いはしません。ハン順義のイメージじゃありませんからね。そんなにお高く止まってるとそのうち仲間外れにしちまうぞ。誰が来るかと思ってたら春日君か。忙しいんじゃないの？飲んでる場合だっけ？余計なお世話だぜ、蝶。いつ飲もうが俺の勝手だろ。だいたい
この店は俺が先に常連だったんだ。あれ、そういう風に来る？それ言ったら偉人町じゃ春日君の方がずっと新参じゃん。ね、確かに先輩風っていうのはどこで吹かせても恥ずかしいもんだね。わかったよ、そっちの勝ちだ。ふん、じゃあまあとにかく座りないよ。しかしなんだな、こうして飲んでるとお前が組織のボスだったとは見えねえよな。そりゃそうだよ、一皮むけば誰だって同じ。裸になっちゃえばそいつが権力者かどうか金持ちか貧乏かも分かりゃしないでしょ。でも俺は脱いだらすごいぜ。どうする、今ここで見せようか。脱いだらすごいのは俺もだよ。でも二人して今脱いだら店に迷惑だろ。ちげえね。どの道組織のボスかどうかは見てくれで分かるもんじゃない。生まれつきの特徴があるわけでもない。なのにボスの息子だから組織を継がせなきゃとか、まあ合理的な考え方とは言えないよね。人間生まれる場所は選べねえさ。けどどうしても嫌だっつって断る道はなかったのか。だいたい組織のボスなんて誰にでもできるもんじゃねえんだ。周りがお前をボスの器じゃないと見りゃ他の誰かが組織を継いだろうぜ。器かどうかは知らないけど、俺は昔いい子でさ、勉強もスポーツもやればすぐにできたわけ。ついでに言うと喧嘩も負けた記憶ないし、悪知恵もそこらの悪よりずっと回ってたね。なんだよ、めちゃくちゃ才能があったんじゃねえか。ないのはやる気だけだったよ。何してもそつなくできる器用貧乏の差があってわけ。嫌味な野郎だね。親父から代替わりするまでは中華街の方にも強敵がいて張り合いもあったんだけどさ、ところがそこのラウカーロンってボスが消えて、結局偉人さんの三すくみだけが残った。中華街の組織っていうとジャカか。噂に聞いたことはあるぜ、ヤバい連中だったって。日本からとっくに撤退してったよ。残党だってほとんど残ってない。そのジャカがいなくなった頃にお前はハンピン・リューマンの総帥になったと。そうだね、だいたい10年前かな。正直言って面倒なだけだったよ。例の荻窪の偽札のこともその時に知らされた。他に偉人町の三すくみや霊戦が実は筋書きのある出来レースだったってこともね。なああれか。その事情を知ってたのはリューマンの中じゃ親父とその同世代の古参幹部だっけ。下の若いのは偉人帳を全部手にしたいって言うけど、俺はそれを押さえつける側だよ。そうなると総帥は弱腰だって言われるわけ。面白い仕事じゃないでしょ、そう思わない？だいぶ素の顔が見えてきたじゃねえか、超。思ったより酒が入ってたみてえだな。もう組織を背負っているわけじゃないんだから、好きなだけ酔わせてもらう。悪いかよ。そんなことは言ってねえ、楽しい酒だって言ってんだよ。楽しい酒か。まあ確かに少し手札を見せすぎたかね。前だったらボディーガードが止めてくれてたんだけど。おっと、どうやら水を差しちまったか。春日君は野暮なことも全部口に出しちゃうからな。俺は少し酔いを覚ましてくるよ。そうかい、気が向いたらまた飲んでやってもいいぜ。いいね、その言葉そっくり返すよ。ああ、楽しみにしとく。